Japan Music. FM Osaka. 85.1. FM Osaka. みんなで作るラジオ。Fantastic Radio. FM Osaka. みんなで作るラジオ。Fantastic Radio.こんばんは、ファンタスティックスのパフォーマー沢本夏樹とボーカル八木優生です。今週のファンラジオはこの二人とお届けします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと久々ですね。久々ですね。超久々。え、夏樹くんも久々のファンラジオですか？いや、まあでも8月は1回も出てないですね。あら、出てない。僕はどんぐらい出てないですか？はい、あのとてつもないおさぼりをしてしまいました。いつぶりですか、優生は？はい、なんか5月の誕生日会が、その時ぶりに。そんなに誕生日前なんで、実質3ヶ月以上かな。なるほど。はい、おさぼりしてしまい。そういうメンバー他にもいるんですか？いますよね。あ、そうか、大輝くんも。大輝くんあんま出てない。確かに。うん、大輝くんも僕と同じでおさぼりしていました。なので、9月は毎週出てもらえると助かります。、はい、今日はですね、9月19日クイックの日ということで、このね、クイックというのはスタッフさんからこのクイックって言葉を言い合って、圧をかけられております。ということで、お二人は切り替えが早い方ですか？いいんですか、こんなトークの広げ方で。全然大丈夫。クイックで、それでもなかなかできない方ですか？例えば、はい、寝起きからの切り替え、オンオフの切り替え、メンタルの切り替え、なんか本当にクイックだけにこう切り替えはどうですかということで。切り替えね。はい、オンオフの切り替えはそれはもちろん仕事でしますけど。そうですね。あの、僕最近枕なしで寝始めて、そしてから寝起きの切り替えがマジでできなくなっちゃって、本当に爆睡しちゃうんですよ、枕なしにしたら。あ、もう、寝れるんですか、枕なし。枕しない方がいいっていうのに気づいて、そっから寝起きの切り替えがマジでできなくなっちゃって。前までは1時間前に起きてたけど、最近1時間半前に、家を出る1時間半前に起きるようにしてて。ああ、逆に早めに設定してるんですね。そう、じゃないとマジ切り替えれない。ちょっとやってみよう。ダメだ、俺はやったらダメだな。他の切り替えあります、優生は？切り替え、メンタルとか。メンタル、そうっすね。でもやっぱでも多いのはライブじゃないですか。ああ、ライブはね。ライブ、夏希君とかは結構ライブ前とか意外にギリギリにやるじゃないですか、その支度。あ、準備をね。準備、着替えとかね。最初結構自分の時間使って、うん、まあ、ストレッチして。確かに。で、そこからいざ本番ってなった時にもう急にパッて、夏希君すぐに準備してたから、あれ、切り替え早いみたいな。確かに、ステージ上がったらもう自然と切り替わるよね。うん、なんか間違いない。シャッっていうモードに入るから気合入りますね。意外とクイックな、仕事ではクイックな2人です。イエス、はい、そんな2人で今回はふつメルを、ふつメル、はい、読みながら、さっきの切り替えの質問のようなどっちな質問や究極の2択を答える大好評企画、答えてファンタを開催します。答えてファンタ来ました。優勢初？初です。初じゃね。僕たち2人の性格が出そうな回になりそうです。ということで、僕たちファンタスティックスとファンタジスナーをみんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートです。 FM 大阪、みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。さあ、それでは前半はファンタジスタの皆さんからいただいたふつメルを紹介していきましょう。はい、僕いきます。ファンタジスタネーム、千葉県のエミタンさん。最近初めて行ったお店や食べ物でとっても美味しいと感動した後に、どうしてもそれがまた食べたくなってしまい、数日間どうにか食べに行くことができないかを考え続け、自分の予定の中で無理やり調整して食べに行くと、あれ、こんなもんだったっけと感動が薄れていることが多くて、無理して行ったのになーってなんだか悲しくなります。初手の印象が強いところほどこういう気持ちになることが多いのですが、皆さんもこういう経験はありますか？これおもろいですね。確かに あります。あるよね、そういうの。何かって言われたらちょっとパッと出てこないけど、でも分かるわ。そのなんか差し入れとかでもさ、本番前めちゃくちゃ食べたやつが美味しくて、本番後よし終わったらそれ食べようと思って食べたら、あれ、あれ違うなって。あれ、思ったより甘くないなって。なんだ、その疲れとかによってその味覚のね、コンディションで感覚変わるから。確かに。僕も結構これあって、めちゃくちゃ二日酔いの時に、食べたラーメン屋があったんですよ。で、それが死ぬほどうまくて、うん、なんだこれみたいな思って、普通の状態の時にもう一回行ったら、あっち、これめっちゃ行ったりしてるんですけど、全然うまくねえなみたいな思って。めちゃくちゃ二度と来ねえみたいな。わかるな、でも、それ付随するとさ、はい、
みんなで飲んで、はい、多分2時ぐらいまで飲んだ後の、うん、ラーメン屋さんってめちゃくちゃうまいじゃん。結構どこ入ってると思いますかね。あれは場所も選ばない。何なんだろうね。お酒飲んでる時の3時ぐらいに食べるラーメンとか、あれは究極にうまいよね。うまい。時間帯とかも関係するんですかね。多分あのお酒の何なんだろうね。お酒飲むとめっちゃ空腹なんない。なるほど。なんかあと脱水症状というか水分抜けるじゃないですか。ああ、そういうのもあるのか。だからなんか干しちゃうらしいです体が。塩分も。そうそうそう。なるほど。だから余計うまいみたいな。いや、そういうのあんのか。あると思う。だからサウナ後みたいな。なんかすごいサウナ後は俺は分かんないです。あ、そうか、サウナ行かない。サウナ入んない。なんて言うんだろう。多分めちゃくちゃ汗かいた後に、飲むスポーツドリンクとかプロテインとかって味ちょっと濃く感じません？あー、確かに。そうなんですよ。味は感じるね。だからそういうのだと思うんですよね。あの塩味強いラーメンとか食べると、うーわ、めっちゃ味するみたいな。あー、多分そこで働いちゃってるんですよね、体が。だからみんなサウナの後のご飯とか好きなんだ。そうなんですよ。なんかすごい味がもう全部入ってくるから、飲み物もビールも美味しいしみたいな。あー、確かに。 うわ、ビールうまそうだね。うまいっす。うわー、マジで美味しい。そういう感覚ですよ。はい。続いてファンタジスタネーム、なんか若菜さん。若菜さん、独特な WKNA で若菜さん、かっこいい。おー、かっけー。ファンタスティックスの皆さん、はじめまして。あ、はじめまして。嬉しい。私は出勤時に、ハイフィーバーとキャノンボールを聞いて、テンションを爆上げしてから仕事モードに入るのが日課です。日課です。ちなみに、目覚ましもこの2つです。へぇ、すごい。攻めてんな、朝が。絶対無理、俺。枕横にタオル置いといた方がいいですよ。キャノンボール振り回すと。テンション上がっちゃうね。ジャンプしながら。あ、取り乱しましたがって来てます。皆さんに一つ聞いていただきたい相談があります。はい。私は学生の頃、陸上をバリバリしておりまして、お、もうかれこれ6年経つのですが、腕や足の筋肉が落ちないんです。少しは落ちたのですが、まだまだ元気いっぱいで痩せたいのですが、筋肉のせいでうまく痩せられず困っています。いっそのこと筋トレをして筋肉質な体にしようかなと考えてるのですが、何かいい案があれば教えてるみー。すいません、一度使ってみたくて教えてくださいということです。はい。あー、すごいな。なかなかね、あの逆線が低いですね。言うな言うな。やり直してください。初めてメッセージ送ってくれたのに。要は筋肉が落ちない。筋肉って落とさない方が良くないですか。いや、筋肉あった方がいいですよ、マジで。いいすよ。こう人生こっから20年30年考えてたら筋肉あった方がいいんですから。うん。あ、しかも夏木君とかなっちゃんもそうですけど、最近めちゃくちゃトレーニングしてるじゃないですか。いや、めちゃめちゃトレーニングしてないとね、ちょっと自分ジム行ってない日の自分ちょっとなんかダメだなって思う時ぐらいあるぐらい。もうそれ超いいマインドですね。なんか、その今言ってたその筋肉がついてて、なんかその筋肉が落ちないから、そのちょっと太いみたいな、細くないみたいな。でも筋肉ってあれ脂肪よりめっちゃ細いんですよ。でも繊維が細いんですけど、でも質量があるんですよ、あの重さ。あ、そうだね。そうなんですよ。だからぶっちゃけ筋トレして、ちゃんとこう筋肉大きくするのと同時に、そのちょっと食事制限とか頑張ってやれば絶対細くなるんで、絶対やった方がいいですよね。それはある、あの、なんだろう、その筋トレの質だよね。え、絶対そうです。その重いのうわーとかじゃなくて、そう回数とかフォームとか、足と腕だって、腕と足、まあ、足なんてね結構簡単そうだけど、あとなんか普段の歩き方とかでも変わるらしいですよ。いや、変わるね。変わる変わる。あと、なんか夏木くんもめっちゃ散歩するじゃないですか。散歩とかいいですよね、その。いや、絶対いいと思う。ウォーキング。うん。だから坂道とかじゃなくて、平坦な道なるべく歩いた方がいいと思うけど。全然いいと思う。あと、マッサージ系だよね。ザスティックだっけな、なんか。あるんですよ、転がす。こう棒のやつだ。30センチぐらいの棒で、はいはい、ちょっと柔軟性があって曲がりやすいんですよ、はいはい、それがこう体のラインに沿って、足のラインに沿ってマッサージできるんで、コロコロしながら。おおお、それおすすめですね。なんか YouTube とかで直人さんが持ってたりして、ああ、俺もツアーとかでたまに持ってってるやつなんだけど。使ってますよね、あれは。女性の人あれやってるだけで、多分この血流とか水分の流れ良くなるから、むくまないし、自然と足も張らなくなる、と思いますね。いいじゃないですか。もう絶対買ってください。この人すごい。じゃあ、ザスティック買ったらメッセージください。
じゃあ前半戦はここら辺にしときますか。いやありがとうございます。ありがとうございます皆さん。それでは、ここで1曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。ファンタスティックスでプレイバックコミリミックス。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。FM 大阪からファンタスティックスの沢本夏樹と柳生がお送りしています。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。後半はこちらのお時間です。究極クエスチョン答えてファンタ。こちらは沢本夏樹&木村圭人によって誕生した企画で、ファンタジュースの皆さんから寄せられたどっちな質問や究極の質問に2人でどんどん答えていくというものです。それでは早速答えていきましょう。これ俺と圭人が生み出した企画なんですね。いや生み出しの発案者じゃないですか。俺結構ファンタジーで 2個、2、3個生み出してますけど大丈夫ですか。やりましょうやりましょう。勉強順いいよ、いきます。ファンタジスネーム、シズピーさん、帰ったらすぐカバンの中身出す出さない、せーの出す。これは出します。これは出すよ。これは出します。これカバンしまいたいもんね。はい、なかなか多分出さないのケイトぐらいじゃないですかね。はい、ケイト出さなさそう。出さなさそう。だってケイト多分ずっとバッグの中にサウナセット入ってるから。あ、同じものが。そう、でもサウナセットは絶対あれ湿気とかで菌増殖してるんですよ。あ、そうなんだ。あらえケイちゃん、やばい、ケイちゃんごめん。届くかなケイちゃんに。ここからケイちゃんに届け。じゃあ続いていきますか。はい、ファンタジスタネーム夏美さん。夏美さん、テーマどっち、友達からの不在着信かけ直す、おはまたかかってくるのを待つ。せーの、かける。またかかってくるのを待つ。かけるんだ。かけます。気になっちゃいます。ああ、なるほどね。何ってなっちゃうんで。え、待ちます。俺もうなんか本当に重要な要件だったらまたかかってくんだろうなって。あー、ま、いや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 、そのメンバーとかだったらかけ直すけど、はい、友達は俺待つな。気になんないんすか。友達だからいいかなって。あー、まあそれぐらいの、それぐらいの信頼関係があっての。まあまあ、そっかそっか。そう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 、確かに。そう、ま、だから待っちゃうかもしれない。面白い。じゃあ次いきます。はい、ファンタジスネームクレアさん、トイレットペーパーダブルオアシングル。せーの、ダブル。あ、ダブルでしょ。ですよね。うん、なんかこれ最近ダブルとシングルの意味を知ったらしくて、この人は、この子でもう15歳なんですよ。おっそ、なんだと思ってた。ダブルとシングルの違いを聞くと、あのお母さんにガチ切れされてしまったらしくて、え、ふざけてると思ったらしいです。私はシングルでした。かわいそう。お母さん怖すぎ。お母さん怖い。ママ怒んなよそんなことでさ。かわいそう。まあでも分かんない人もいるのかね。え、絶対俺ダブルじゃないと無理だな。シングルなんかめっちゃ使っちゃいそう。いや、そうですよね、薄いからもったいないよね。うん、じゃあ続いてファンタジスタネームキムキムムッキムキ。キム、言いにくいな。寝るときは仰向け派、うつ伏せ派。お、せーの、うつ伏せ。うわ、俺もうちょっと仰向け寝れなくて。うつ伏せってなんか悪いんじゃない、体に。なんか聞いたことあるよ。すごい言われるんですよそれ。うんうん、でなんか普通に呼吸が、ああそうだそうだ、全然深く吸えないから、うん、なんか酸欠にもなりやすいし、よくないんだ。はい、でも俺うつ伏せか、なんか体がの正面がなんか密着しないと寝れなくて。でもなんかうつ伏せだと枕がこう密着してるじゃないですか。あー、確かに確かに。で横向きの場合もなんか抱き枕は寝れないんですよ。だからこういうなんか、あ、なんかプチッとしてないとみたいな。顔が潰れてないと寝れないんですよ。なあ、だってうつ伏せでしょ。俺多分無理だな。15秒ぐらいでもう多分ギブアップ。苦しくて。まあでもそうっすよね、大体そうっすよね。だからほら、理想な寝方は仰向けって書いてある、この人のメッセージ。あ、マジっすか。あ、こいつ寝相悪いなと思うメンバーいますか。だって、あ、寝相系ケイちゃんかな。ああ、ケイト寝てる時の顔やばいよね。寝相じゃない、寝顔やばいです。それはこれは多分なんかでも言ってるよね。出してないだけで、ね、出してないだけで、うん、いい顔してるんだよ。いい顔してる。あ、もう熟睡してんだろうなって顔してる。分かりやすい。うん、爆睡してるわって、疲れてるわって。そう、疲れてる。そういう感じでね。はい、行きましょう。次いきます。ファンタジスタネームあいなちさん。あ、いいですね。タケノコの里派、キノコの山派。いきます。せーの、キノコの山。ああ、分かりましたよ。タケノコですか。俺タケノコだな。なんか最近キノコの山の あのあれでしょ、なんか なんていうんですか、あの山じゃない部分で。山じゃない。なんて言うんだろう、ビスケットだけの部分。あ、そう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 、あれが200本入ってるみたいな。そのふざけた商品が出たんですけど。ふざけたって言うなよ。だってあれ、俺はファンの要望に応えて出てるんだから。あれは俺あん
あの時その初めて買ってみたんですよ、うんうん、でいかにあのキノコの山の部分の山がどれだけ大事か知りましたもん。ああそれそういうことね。はい。であの時ってあの確かにそのビスケットの部分美味しいなってなるんですけど、うん、あれ山ありき の, そのあなるほどね、なんていうの下の部分の美味しさだったわけで、 あれだけ食ったとて、はいはいはい、別にあんまけなすなよそこが好きな人がいるんだから俺小さい頃キノコの山の山食って、はい、この山じゃない部分だけ残して食べてる時あったから俺多分あれ買ったら好きなんだと思う。なるほどなるほど。逆にさタケノコの里の里じゃない部分なんて言うんだろうなんて言うんだろうねあれあれチョコレートじゃないチョコレートじゃないところはいはいはい、はい、もう見てみたいよね。気になんないどこだ確かに。だってさあの三角のどこの部分がタケノコのあのじゃないバージョンなのってな気になるよねなんでぜひあのタケノコの里のじゃないバージョンぜひ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 あのあ聞いてる方いらしたら、はい、開発者の方でよろしくお願いします。はい。続いてファンタジスタネーム夏木くんの指先、なんだこの名前怖っ。私が皆さんに選んでほしいどっちは、気まずいのはどっちです。街で知り合いに声をかけられたら人違いだった。街で声をかけられたけど相手が誰だか思い出せない。うわどっちも声かけられて気まずい。どっちのは気まずいか。あせーの、相手が誰だか思い出せないですよね。これは気まずいよ。これはマジで長いじゃないですか、あの、うん、多分会話してる時間があの多分人違いだった場合って あすいません間違えましたって終わるんですよ。でも分かる分かる。相手誰だか思い出せないのは向こうは知ってるわけだから、そうそう永久に話しかけてくるわけじゃない。期待してるよね向こうは。お久しぶり、あの話したいみたいな、ね、そう、うん、それが一生分かんないままだと誰ってなってるから、もう誰誰だ、そのなんか考えてる時間が一生気まずいですよね。誰誰思い出す時間、最終的に向こうがあれ、あすいませんこれ人違いでしたとか言われたらもっときついよね。もっときつい。それが一番きつい。こんだけ話してた間何みたいなダブルパンチが一番気まずい。まあでも絶対こっちの方が気まずいよね。そうですね。気まずいどっち、新しい、新しい来た。続いてファンタジスタネーム三吉さん。三吉さん、ファンタスティックスの皆さんは携帯のアプリを同じ部類なのでまとめてる派ですか、それとも一つ一つそのままにしておく派ですか。あれだね、ドラッグして一つの枠に9個とか入れるかってことだね、うんうんうん、せーの、一つ一つまとめる。いやバラ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 です。うわまあでも、ね、自分の携帯だからね、多分それが多分自分が一番そのアプリがどこにあるか分かるんですよ。そこなんだよ、分かりやすいのが一番。なんか変にあのまとめられると、だから僕もあの友達にあのパッて携帯見られた時に、うん、何それ見てる、バラバラじゃんみたいな。ああなるほどね。でまとめた方がいいよみたいな何回も言われるから、うん、うるせえなと思いながらまあやったんですけどうんうん、うん、まとめたらもうどこにあるか分かんなくなっちゃって。ああ確かに。それでああもう無理だと思って全部もうばらけさせてまた。ああ、はい、ちなみに一番下の4つあるじゃん、はいはい、あのアップルさんの携帯で言うと あれ何、まず電話、電話の電話ね、メール、メール一緒、サファリ、サファリ一緒、 LINE 一緒、全部一緒全部一緒だそんなことあるか一緒だ。ここ結構個性出るのかなと思って。確かに。でもなんかめっちゃ使いますよねここ。いやそう、この使う中の一番ベースをここ置いてんのよ。あ俺もそうです。でも俺一時期メールってさもう使わないじゃん本当に。そうですね。えこれ並び順あります、その電話番号一番左から、左から、はい、左電話、電話、隣 LINE、 はい LINE、 メール、おーメール、隣サファリ、サファリでメール。あメール、あここが違うんですね。ここの個性は出ちゃったみたいな。ここのね、ここの個性やんのかな。まあなんか色合いだろうね色合いですね、似てますもんね電話の色合いと LINE が。そこで合わせちゃってるのかなおしゃれさん、まあ、これ誰かいんのかな、ここに。俺一時期そのメールのところにインスタ、はいはいはい、一時期、はい、楽だから開くの。ああなんでソータいるの、なんでなんでソータいるの。今ソータいるんですよ。なんでいるの、なんでいるのお前。は帰れよはい言い過ぎって帰ってきましたもう一丁いきますか。もう一丁ラスト、ラスト1いいせいか。はい、ファンタジストネームエナチンさん笑うな。はい、お風呂なしでサウナしか入れない夏か、うん、サウナなしで熱湯風呂しか入れない冬。そうもう一回言って、難しいな俺には。サウナ入ってくる1番お風呂がない、
でサウナしか入れない。だからそのなんか、うんうん、お湯がないってことですよね、あのお風呂の。ああなるほどね。お湯に浸かれない。温泉行って、はい、おうおうおう。でお湯に浸かれない夏を過ごすか、うん、あ夏を過ごす、うんうん、はい。でサウナなしでその熱湯風呂、うん、お湯は入れるけど超熱湯風呂しか入れない冬、うん、でこれもあの質問が意味わかんないで何を食ってきてるんだって感じなんですけど、どっちか選びたいと思います。いや難しいな、はい、究極なのかこれは、これ多分、うんうんうん、究極だな。いきますよ、うん、はい、せーの。サウナしか入れない夏。おおマジか。夏木くんはじゃあサウナなしで熱湯風呂しか入れない冬。そう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 。あっちあっちっすよ。でもなんか体流せた方がよくない？あ、まあ、まあ確かに。っていうだけ。確かにこれお題ミスだな。自分だろ選んだろ。ああ、ここまで来ると思ったら。まだ他にほら20枚くらいあんだから見れただろう。いやって思った。でもありがとうございます、うん、でもね、さん盛り上がってるので皆さん、うん、ちなみにエナチンさんは熱湯風呂だそう。一緒やん、はい、一緒に入りましょう。一緒に。おーうっちゃー、ありがとうございます。 FM 大阪みんなで聴くラジオファンタスティックレディオ。FM 大阪からファンタスティックスの沢本夏樹と八木雄星がお送りしてきました、みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。エンディングの時間となりました。いえ、すごい。結構最後の酸欠なんですけど今。なんで喋りすぎた今。あ、確かに結構、まあでもどこまでね使ってもらえるか分かりませんけど、はい、たくさんのお便りありがとうございます。ありがとうございます。番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしております。はい、メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。はい、そしてファンタスティックスからのお知らせですが、稲妻ロックフェス2023への出演も決定しております。10月7日土曜日、8日日曜日、9日月曜日の祝日ですね。滋賀県の草津市烏丸半島芝生広場にて開催されるうちファンタスティックスは8日の日曜日に登場します。やったー、楽しみだねこれは。間違いない。はい、頑張りましょう。はい、そして12月5日に5周年を記念してアルバムをリリースさせていただきます。イエーイ。そしてファンクラブイベントも開催されるので情報を楽しみにしててください。はい、今後の予定に関して詳しくは EXILE TRIBE MOBILE の中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックスでテルミーを聞きながらお別れです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。この時間のお相手はファンタスティックスのパフォーマー沢本夏樹と僕から八木瀬でした。バイバーイ。